はようございます。今日もまたこれもちろん DJI オズモモバイルで撮ってますけど、昨日一応全部基本的には DJI GO っていう純正のカメラアプリで撮影してたんですけど、これ試しにApple 純正のカメラアプリで撮ってみてます。何が違うかっていうと、まあそのもちろんこのジンバルとしての動作は普通にできるから、サードパーティーのカメラアプリとかも一通り使えると思うんですけど、DJI 専用のアプリだと、アクティブトラッキングできたり、モーションタイムラプス作れたりするんで、まあそれは便利なんだけど、なんとなくね、ちょっとね、ビットレートが純正アプリ、DJI アプリ使うと低い気がするんですよね。あとあれ、4K、2K ともに30フレームしか撮れないんで、これ一応、2K60 フレームで撮ってるんで、ちょっとそこら辺の画質の差も見てみたいかなと思ってます。今日久々に空港の方のサンマテオっていうところにのオフィスに移動してるんですけど、午前中だけ。これわかるかな、結構なやっぱり朝は渋滞がすごいっすね。見てこの素晴らしい景色を見てください。ここほんと気持ちいいんだけど、あ、そうそう、昨日の動画、さっきケントさんにも、あ、ケントさんね、サンフランシスコに一緒に、サンフランシスコ近郊に住まれているデザイナーのケントさんのブログ、YouTube めっちゃ面白いんで、毎回ねちょっとこうへーって思うようなことも入ってるんで、ぜひ概要欄にリンク貼っておくので、でその話戻すんですけど、なんだっけ、そうそうそう、昨日撮ったDJI オズモモバイルの動画は、特にね、一番最後のあたりとか、音声と映像がずれてるんじゃないかって、ちょっとテロップにも書いたら、やっぱり、ケントさんに朝、音声ずれてますよっていう指摘をいただいて、多分、その DJI GO っていう DJI の専用アプリで録音してたんですけど、多分そのアプリの問題なんじゃないかっていう気がしてます。なので、ちょっと今日一日はこれ、DJI モバイルを基本的に使って撮影、iPhone 7 Plus で撮影するんですけど、基本的には、純正カメラアプリで撮ってみようと思います。そう、ちょっと純正のカメラアップ使うって言いながら、DJI GO アプリに切り替えますが、ちょっとこれから切り替えますが、この子たちを、アクティブトラッキングで撮ってみたら面白いかも。ちょっとこの、一番左の鳥にトラッキング、アクティブトラッキング仕掛けてるんですけど、すごいな、完璧にトラッキングしてくれる。勝手に、あ、今解除されたかな。今はロストしたけど、結構、あ、まだロストしてないな。まだ追いかけてますね。これでロストしたのかな。今ロストしました。もう一回トライ。すごい。これは面白い。これ使えるかも。結構なトラッキングを見せております。ちょっとやっぱ向きとかが変わると、あれなのかな。あ、でも、いけますね。すごいな。ああ。これ DJI が歌ってるように子供とか人とかにトラッキングしたら完璧なんじゃないかな。この鳥とかの今、羽の部分とかすごいわかりにくいところにトラッキングしても、結構追従してきますからね。これはすごい。面白い。いいな、このエリアめっちゃのどか。なんかもう同じサンフランシスコ、もうほぼここ空港のそば、ホスターシティってエリアなんですけど、
僕の家からもう車で南に、まあ、30分、20分、30分ぐらいドライブすれば来れるところなんですけど、あったかいし、すごいのどかだし、いいなぁ。なんかここにみんな住みたがる理由がわかりますね。サンフランシスコのトラフィックやばい。なんかもう俺今昼間2時とか、一番車少なくてもいいと思う時間帯なんだけど、あのサンフランシスコのダウンタウンに降りる出口でついに止まってしまいました。うわ、これまた以前の悪夢再来だ。まさかこの時間からって感じだけど、これもうオフィスまでワンブロック100メーターないぐらいで、なんか以前1時間ぐらいかかったんですけど、また渋滞が1時間ってことはないと思うけど。難しいな、今、DJI Osmo Mobile iPhone 7 Plus つけて、なんとか背面カメラで自撮りしたいから、なんとなく置いてるんだけど、まあ、こういう物撮りの時は無理して、Osmo 使う必要ないよなと思いながら、今一応ちょっと、一回ぐらいは試してみようと思って、これ、例の、スティールシリーズのこの間ちょっとポッドキャストでも言ってた、アイトラッキング、アイトラッカーです。視線をね、チェックして、Windows にログインしたり、マウス操作したりできるっていう、スーパー未来アイテムなんですけど、これもいい加減開封して、そもそも存在ちょっと忘れかけてたから、いろいろかけておきて、とりあえず開封だけはしときたいな、と思って、今、軽めにこれ開けてます。えらい。あ、なんだこれ、全然思ってたより細い。こんな感じの細いデバイスですね。これをなんかテレビ、PC のモニターの下とかにくっつけるだけで、アイトラッキングが実現するらしい。ということで、詳細のレビューは、ぜひ、近日、後日やりますけど、とりあえずね、開けてみた動画です。ケーブルはこんなの。ただの USB。ただの USB に、なんかマウントする用のアダプターというか、金具がついてるって感じ。構成はシンプルかな。下って。なんかアルコールの、あれが、クリーナーがついてますね。くっつくときちゃんとくっつけれるように。しろってことなんでしょうけど。ということで、装着もろもろはまた後日です。これさすがに完全な夜、この街灯1個だと、いくら夜景に強い iPhone 7 Plus でも何も見えないですね。ただこの DJI Osmo の手ぶれ防止力は半端じゃない気がする。